南方から見たエベレスト世界の山一覧は、標高順の世界の山の一覧。このリストの山の多くは、ヒマラヤ、カラコルム山系、チベット高原周辺に位置する。特に8000メートル峰については、ヒマラヤ山脈の中でも、エベレストを含む中東部ヒマラヤ地域と、系通を中心とする西部ヒマラヤ、カラコルム地域に集中している。7000メートル本は、 8000メートル峰の周辺に付随する峰も多い。また、カラコルム地域の中部から西部、ヒンドゥクシュ山脈にかけては、急瞬な谷を伴う7500メートルを超える山が多く存在する。他にも、天山山脈のポベーダ山や、カラコルム山脈の西側にある、ヒンドゥクシュ山脈最高峰のティリチミール、タジキスタン最高峰のイズモイルソモニボンなど、 7000メートル本はヒマラヤ周辺に広く分布している。鉱山の分布図ヒマラヤ周辺図ヒンドゥーク種、カラコルム山脈の後方の場所ネパールの後方の場所複数の峰を持つ一つの山なのか、別々の山なのかの線引きは必ずしも明確ではない。それらを区別する一つの直感的で普及している方法はプロミネンスを使う方法である。プロミネンスとは簡単に言えば、 考えている山頂からより高い山頂に行くのに、最低で何メートル加工しなければいけないのかを示す数値である。独立峰の一つの普及した定義は、300メートル以上のプロミネンスを持つことである。代わりに、すべてのことが大きいスケールになる鉱山地帯では、相対的なプロミネンスが使われることもある。下の表には500メートル以上のプロミネンスを持つ、 山が高い順に百歩を並んでいる。これは上記の表を可視化したものである。山の一覧。ありがとうございます。